はい、どうもさくんです。今回はこちらの大阪上本町駅に来ております。今回は今後は廃止されると言われている3番乗り場を見に来ました。3番乗り場は一応降車ホームもありまして、こんな感じで乗車できないホームもあるんですが、今後この3番乗り場は両方とも潰してバスターミナルになるという告知がされております。こちらは一応近鉄大阪線10両編成が対応するホームでございます。そして平日と休日関係なく両方ともね、10両編成が来るんですが、多分これ10両編成がね来なくなったらこの3番ホーム廃止されると思われます。もうそろそろねダイヤ改正があるということで、もうその時にはなくなると思われます。以前この奥鮮魚列車来た時に、こうお魚をこう奥からね行商の方が運んでいくというシーンが見られたんですが、もう今後これはあまり見ることはないです。おそらくこの状態でもね8両編成の階級でかつ3番乗り場がなくなったとしても全然この大阪線のキャパは大丈夫なんでしょうね。この残りのね4から9番を使って大阪線を運用することは全然可能のようです。おそらくそれのダイヤ改正で、3番を使わないようなダイヤにすると思われます。特急列車もねこのようにねバンバン行き来するんですけども、全然これでね問題ないようです。島ライナーはあのように30周年記念のなんかロゴを貼られております。なんか噂では30% オフの値引きやっていう値引きシールやみたいな言われてるんですけども、西島ライナーは今年で30周年らしいです。あ、そしてこのね3番ホームがなくなった後のこの残りの番線を使ってね今後大阪線をね運用されていくと思われます。今後この番線はなくなって、そちらのね2025年の、ね、万博に向けて、準備が始められると思われます。はい、今はこのようにね、電車が普通に止まっているわけですけども、今後この姿が見れないということでちょっとねこれを目に焼き付けておきたいと思います。さっきも言いましたけどこちらが、伊勢奥魚図鑑とか前の鮮魚列車とかで、運んできたお魚をですね、ここから行商の方がバンバントラックに積んでいくという場所です。この、ね、ホームのこの辺りね、もともと鮮魚3って書いてる定目があったんですが、もう3両編成の鮮魚列車はもう廃車されたんで、もう来ることはありません。なのでね、もうこの3番乗り場の歴史もねもう全て幕を閉じると思われます。はい、ということで、ちょっと簡単な動画でしたが、今後、3番乗り場が廃止されるということでちょっと惜しんで、撮影にやってきましたという動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。もし
このチャンネルまだ登録していない方はぜひチャンネル登録高評価の方お願いいたします。また旧 Twitter の X インスタもやっております。ぜひそちらもご覧ください。